務む佐々木朗希に苦言。伊藤氏は一体どこを見てやっているのか。まずは日本の野球チームのためでしょう。優勝させるために柱としてやってほしい。なんか調整方法にしてもあれというクエスチョンがつくと続け、周囲への負担についても多少なりともある。個人スポーツでありながら団体スポーツというのが野球、ロッテはブルペンデーというのが多い。一人だけ蚊帳の外というのは困るし、みんなと戦っていくのが野球の形。そう思われないように態度も含めてやってほしいと指摘した。どこを見てってどう見てもメジャー見てるやろ。まあこれで向こうで活躍できたら賢い選択なんでしょ。好きにさせたらええやん。結局オフの騒動は何やったんやろ。あれがモヤモヤしてるからこういう話になる。規定ゼロのまま向こうで先発できんの？って意見はもっともやと思うわ。お互い意地になってこれから25歳になるまで登板ゼロでメジャー行ってほしいわ。佐々木クラスならこの程度で評価は下がらんやろ。ここまでアメリカ行きを応援されない選手も珍しいよな。野茂なんかはシーズンオフのゴタゴタだし。吉井は佐々木をもはや戦力として数えてるかも怪しいよな。投げてくれればラッキー程度。ロッテは高く売るために大切に扱いたい。佐々木は消耗を抑えたい。誰も不幸になってないね。コンディション不良なんだからしょうがない。